オーストラリアンデザイングループは主にボードウォーゲームを出版するオーストラリアのゲーム会社である。1982年にオーストラリアのキャンベラで設立された。もともとハリー・ローランドが13歳の時デザインしたエンパイアーズ・ウィニ・アームスというボードウォーゲームを製品化することが設立目的であった。実際、1983年に発売され、 1984年にはオリジン賞の年間最優秀ゲーム賞にノミネートされた。その後、1985年にはアバロンヒルからライセンス販売された。1985年にはワールド・イン・フレームズを発売した。このゲームは1939から1945年までの第二次世界大戦全体を再現するもので、1985年の オリジン賞の年間最優秀20世紀ゲーム賞に輝いている。その後もルールやマップの変更で版を重ね、第6版が最終版となっている。それと並行してアメリカインフレームズ、レイズ・オブ・デシジョン、パットイン・フレームズなどの拡張キットも発売している。その他にもカードを併用するボードゲーム7エイジズやコンピュータゲーム版の エンパイアインアームズも手がけている。ありがとうございます。